5回開催阪神競馬6日目、上空曇りです。馬場のコンディション、芝ダートともにやや重のコンディション、芝ダートともにやや重のコンディションで1レースを迎えます。阪神第一競争2歳牝馬限定未勝利戦、ダート 1400m の競争12頭です。向こう上面の左手ポケットスタート地点枠入りが進んでいます。2番ゲート偶数番ロイヤルホープが収まります。そして4番ゲートダンツクリスタルゲートインです。後ろで待っておりましたレオキー、ゆっくりと促されながらゲートに近づきます。レオキーゲートインです。日本ピロラグーダ収まりました。さあ後ろで待っていました12番ゲートハンベルジャイトがこれから促されるところです。全馬収まりました。係が離れます。再生完了。スタートしました。若干ばらついたスタート、いいスタートはハンベルジャイト、キスオンザビーチ、すぐさま一段、その内からは9番の名将おとぎ、前に上がっていきました。足元が今ダートへと変わりました。外から並びかける12番のハンベルジャイト、2番手から先頭に変わります。3番手の位置11番のキスオンザビーチ、その後方から内5番のジュンウィンダム、その外に7番のミラクルティアラに8番タガノアレハンドラ、直後2番のロイヤルホープが接近、内1番のビルトインガデー、外は6番のレオキート、この辺り固まっています。少し馬群開きました。4番のダンツクリスタルが続いております。さらにその後馬群開いて10番の日本ピロラグーナ、後方から2頭目、最後方1番置かれて3番の大成シャルムという体勢、600は35秒6で通過。3コーナーカーブです。先行争いは9番の名将おとぎ、名将おとぎが逃げてリードは1馬身、2番手12番ハンベルジャイト、3番手11番のキスオンザビーチがつけています。そしてその内からは5番のジュンウィンダム、外からは6番のレオキーが接近です。この圏内には外目7番のミラクルティアラも加わって、さらに外8番のタガノアレハンドラも続いております。第4コーナーカーブ直線コースへ向かったところで、今度はハンベルジャイトが先頭と変わりました。ハンベルジャイトが先頭、リード体半分から今一馬身と取りました。2番手現在9番の名将おとぎ食い下がっておりますが、相当つきましてはジュンウィンダム、そして7番のミラクルティアラが接近して、さあ2番手3番手の争いは接戦になりそうだ。先頭は抜けている12番のハンベルジャイト、2馬身のリードをキープ。ハンベルジャイト押し切ってゴール。2着は5番のジュンウィンダム上がりました。3番手争いどうでしょうか。ミラクルティアラ、あるいは逃げて粘った名将おとぎなど、制したのは12番のハンベルジャイトです。2番手追走、そのまま最後は追いすがります。5番のジュンウィンダムの追撃を振り切っております。12番ハンベルジャイト、クリスチャンデムーロ騎手の手綱でやりましたジャスタウェイの3区です。中京デビュー2戦使われました。そしてこの阪神で見事に勝ち上がっております。勝ちタイムは1分25秒8、上がり 800m は50秒に、 600m は37秒3でした。父はジャスタウェイ、母はココシュニック。お兄さんに G1 で上位に食い込んで活躍したステファノスがいます。1着12番のハンベルジャイト、そして2着は5番のジュンウィンダム、3着7番ミラクルティアラ、4着は9番名将おとぎ、5着は8番のタガノアレハンドラで点滅を始めております。勝ち馬確定のご案内がありますので、お手持ちの勝ち馬投票券お捨てにならないようにお待ちください。阪神1レース勝ちましたのは外12番のハンベルジャイト、外枠からの勝利となりました。2番手からの抜け出しという勝利になりましたね。今決闘のお話ありましたが、祖母のゴールドティアラはもうダートの重賞でね、だいぶ活躍した馬でしたけれどもね、はい、3戦目での初勝利となりました。2着は最後5番のジュンウィンダムが上がって、3着7番のミラクルティアラ、12番5番7番3番人気2番人気1番人気の決着です。単勝12番 4.7 倍、枠連58 5.6 倍、馬連5番12番 9.7 倍、馬単12番5番 19.9 倍、三連複5番7番12番 6.4 倍、三連単12番5番7番 49.5 倍です。確定までお待ちください。